痛い。何？どうしたの？そんな怖い顔で睨んでも、リンリン怖くないね。隊長、どうかしましたか？黙れ、トーマス。今から会話に一切入ってくるな。ラジャお前たち、エレクトラの十字架を初めて見たとき、どこかで見たような覚えがあったか？そんなのないねん！リンリンの故郷にはあんなの立ってないやる！私も、ないと思う。それなら、お前たちは遺跡の町の配置は知っていたか？曲がった先に予想通りの建物があったりとか、初めて入る裏道を通って目的地にたどり着けたりとか、崩壊した施設の元の姿を克明に思い浮かべられたりはしたか？建物の名前が頭に浮かんだりしたか？そんなの知ってるわけないねん！私も、裏道なんて迷いそうだから使わなかったし。遺跡に入った瞬間、懐かしい感じがしたか？例えば家に帰ってきたような感覚は？ないよ！当たり前ね。それよりこれ、何のための質問ある？残念ながら、貴様らからの質問は受け付けていない。おい、次はお前が答える番だ。私もそんな気分にはならなかったよ。確かにこの大陸に来てからはなんだか懐かしい気分にもなるけど、原始人だった私たちはこういう場所で暮らしてたのかなとか思ったりはするけど、でも家に帰ってきたってほどじゃ。なるほど。ああ、そうだ。質問を続ける前に一つ言い忘れていた。もし私の満足いく回答でなければ、お前たちはここで殺す。嘘をついてもここで殺す。死にたくなければ正直に答えろ。せいぜいロシアンルーレットに当たらないよう神に祈りながらな。大丈夫。それは一体どういう、言ったはずだぞ。会話に入るな。そんなに話したいならさっそと話せ。話を続けるぞ。よく思い出せ。貴様らがこの大陸にやってきた理由は何だ？なぜこの大陸にやってきた？どんな衝動が貴様らを導いた？理屈ではない。お前たちの感覚的な答えを私は聞いている。
世界が滅びそうになってるから。私は兵士だし、ここに来るのが当たり前だと思って。周りの状況に流されるままにか。つまらない答えだな。チャイナ、お前は？ニンニンは仇を討ちに来たい。仇？そうね、リンリンの故郷めちゃくちゃになったね。隣のおじさんやおばさん、リンリンに武術の勉強を教えてくれたお師匠、道場で一緒に修行していた兄弟たち、みんないつも通り普通に暮らしてただけあるよ。なのに、なのにみんな死んじゃった。ある、いい人たちだったのに、大好きだったのに、みんなみんな優しかった。あるよ、だけどみんな死んじゃった。ある、みんな同期だな。親が兄弟が恋人が友達が、ほとんどの誰かが誰かを失っている。地獄に変わったんだこの世界は。そんな話ばかりで耳にタコができそうだ。知り合いが死んだ、当然だろ。ほとんどの人間は死ぬ運命にあるのがわからないのか。これはただの戦争ではない、ハルマゲドンだ。それも聖典に載っている内容とも違う終わりの世界だ。人間のほとんどは滅ぼされる存在でしかない。ハルマゲドン、には理由がありすぎる。それならそっちの小娘の方が可能性はあるか。え、私？隊長、あなたは一体何の話をしているんだ？俺には全くわからない。当然だ、お前たちはまだ理解できていない。この世界は大きく変わった。ムー浮上に伴って全てのルールは形を変えたのだ。ほとんどの人間は急速な変化についていけず、気づいてすらいない。What？ それは一体どういうことです？ハイパーパラダイムシフト。ムーが浮上した時からこの世界のロジックは大転換を迎えたのだよ、総長。うすうす気づかなかったか？おかしいと思わなかったか？大陸が浮上するなんて出来事が偶然にあり得ると？もう既存の価値観は捨てろ。捨てられないなら私に従うんだな。少なくとも私は人類を滅ぼそうなどと思ってはいない。しかし、俺にはわからない。正常な判断ができないんだ、隊長。
ならなおさらだ、総長。お前は優秀だ。何も考えずに戦えばいい。人類のため、祖国アメリカのため、私が道案内をしてやろう。大将、俺はもちろん敵と戦うことに依存はありません。だがしかし、リンリンやサオリを殺す必要まであるのですか？彼女たちが敵だとはどうしても思えません。正直、おかしな雰囲気は一つも感じませんでした。こればかりは隊長が神経質になりすぎではないかと愚行します。エレクトラで巨大十字架が起動したとき、巨大十字架に誰か触れていたか？例えばその二人のどちらか。いえ、そのとき十字架に触れていたのはサラという女ですね。二人は敵と交戦していました。そのサラという女、生き残ったのか？共にエレクトラを脱出しました。ですが、車両でまだ気絶していたので起こさずにいたんです。結果的に俺たちとは別行動に。なるほど。私は勘違いしていたようだ。どうやらお前たちの部隊に紛れ込んだのは一人だけではないのかもな。隊長？やはり、スパイがいると疑って。ああ、トーマス。お前も勘違いしている。私が探しているのは、スパイではない。どういうことです？私が探しているのは、ムーの終焉に転生を果たした者、リンカーネイシスだ。リンカーネイシス。リンカーネイシス。それは一体。言葉通りの意味だ。転生者。転生した魂のことだよ。今から約5000年前に、この大陸は海の底へ沈んだ。その時に運命を共にした者を、私は探している。その時の体を失いながらも、時代を超えて再びこのハルマゲドンへ転生してきた者たちを。ちょっと待てよ。これだけの大陸に、いくつも都市や王宮があったんだろう。もし仮に転生なんてものがあるとしたら、何万人もの人間が転生することになるぞ。リンカーネーシスは数人だけだ。あの王家はその一人なのか。厳密には違う。あらゆる意味で奴は特別だ。しかしリンカーネーシスはこの大陸に集まってきて、いや厳密には帰ってくるのだ。
母なる大陸、世界を滑る始まりの地へ。世界を滑る始まりの地。について記された文献は少ない。十数年前にようやくナーカル文章はアメリカの CIA が入手して、この大陸に関する事実が一部解明された。ナーカル文章によれば、人類の歴史はこの大陸から始まった。いや、人類だけではない。植物、動物、プランクトンから菌類、ウイルスに至るまで、全ての生きとし生けるものはこの大陸を起源として拡散していったのだ。他の5大陸はそれを受け入れる土壌に過ぎなかった。ナーカル文章、聞いたことがない。文書自体は18世紀にジェームズ・チャーチワードによって発見されている。だが彼はその経歴詐称のせいで糾弾され、彼の主張も細密に分析すれば暴論が入り組んでおり、さらに原本であるナーカル文書を出そうとしなかった。そのため彼が書いたムー大陸関連本は空想の産物だと断定されている。しかし少なくともナーカル文章は紛れもなく存在する古文書で、そこには世界の起源が記されている。生物の起源、人類の起源、いかに世界が支配されていったか、世界の終わり、そしてムーが滅びる間際に書かれた支配者たちの転生。支配者の転生、それがリンカーネシスの。滅びがもたらされた時、支配者たちは自らの魂を人間の輪廻の果てに封じ込めた。奥を越す人類すべてに均等に散らばった魂は、しかし5125年の時を経て5人の人間に収束していった。5人、支配者たちは、そのリンカーネシスとやらは5人なのか。リンカーネシスは5人、支配者は7人だ。ムーの終わり、転生を果たせなかった者もいる。じゃあその2人は完全に死んだんだ。いや、おそらくそうでもないな。彼女らはそう簡単に死ねんだろう。どういうことだ、話が見えない。それに彼女、7人の支配者たちはその昔プレイヤデスと呼ばれていた。空に輝くプレイヤデス星団の語源である彼女たちだが、もしくはもっと簡単にセプテムデアと呼んでいる。ラテン語でセプテムが7、デアが女神、7姉妹の女神という意味。セプテムデア、女神に例えられるほどの影響力を持った人物だ。何を言っている。な、勝手に解釈するな。誰が七姉妹の人間だと言った。お前は本気で人間などが時代を超えて転生できると思うのか。だって、ちょっと待て、あんたこそ何を言ってるんだ。やれやれ、話が噛み合わんな。まさか本気なのか。あんたたちはこの大陸で
本物の女神を探しているのか。本物の女神、まあ大雑把に言えばそうだな。より正確に言うならリンカーネーシス、女神の魂を持った人間を。だがどうだ、私の言うことを信じるか。そんなの。信じるしかないだろう。